刻は4時14分を回りました。フロムナンド84チューズデイ、ここで素敵なお客様を迎えしました。ジゼル4です。お願いします。はじめまして。はじめまして。でもね、実はあのもちろんこのメンバー4人と会ったのは初めてなんですけど、はいはい、僕その前に会う前にジゼル4と非常に関わってるんですよね。え、何ですか？関わりがあったんですよ。偶然にも、はい、すれ違ってる。なんで？すれ違ったら声かけるわ。要はジゼル4みたいな感じで。いや、めっちゃ軽々。まあまあ、この曲ではないんですけど、はい、あの5月24日のワンマンライブ、うん、震災橋ミューズであるでしょ、はい、大阪ミューズであるでしょ、はいはい、それのライブ告知を他の曲なんですけど流してるじゃないですか。はい、そのナレーション誰やと思う？マジで？そのナレーションは誰がやってると思う？まさかのそんなところで。まさかのそんなところで。そうですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。めっちゃ関わってる。そうだから最初僕あのジゼル4って横読めなくて、あー、ね、ネットで調べながらナレーションしたんですよ。だからジゼル4って読むんやって思って、はい、字を見て、で今日ゲスト来るって結構前3月下旬ぐらいにも決まってたじゃないですか。はい、おお、ライブ告知したよみたいな。おお、すごい、初めて。ありがとうございます。それでも売り上げ伸びてくれたらいいんですけどね。はい、今日はもうメンバー4人で遊びに来てくれましたんで、はい、お話をしていきましょう、はい、まずはあのジゼル4、ライブの後ちょっと話をね後でするんですけど、はい、これユニット名、はい、ジゼル4っていうユニット名はどういう由来でつけたのかっていうことを教えてほしいんですけど、はいはいはい、ビヨンセさんにすごく私たち憧れていて、うん、ビヨンセさんのミドルネームがジゼルっていうんですけど、うん、そこから取ってジゼル4という名前を出していただきました。クラシックバレエのな、うん、あのクラシックバレエの中に、うんうん、あのジゼルって演目があるんですけど、はい、私たちずっとあの小さい時からダンスをやってて、うん、あのジャズバレエ、ジャズはあのバレエが基本なんですけど、はい、あのそれをなんていうんだろう、演目の中にめっちゃダンスが好きな女の子の物語やんな、うん、がジゼルっていう、このジゼルっていう名前が女の子の名前で、はい、でそこからダンスが大好きっていうのと、うんうん、あとビヨンセさんのミドルネームをかけて、はい、ミゼルで4、4人やから4。なるほどなるほど、はい、ビヨンセのミドルネームね。そうです。ビヨンセ大好き。大好き。わかりました。あのビヨンセも僕あのあれでしょ、サマソネで紹介をして、サマソネで僕紹介をしてて、ビヨン僕の紹介の後にビヨンセが出てくるみたいな。やばいやばい、すごいすごい。そうそう、それヤバめやばめですよ。やばめ。僕がいなければビヨンセ出てこないんですよ。うわー、すごい。必要ふざけるぜ。それはオーバーやけど。はい。でまずこのメンバーが誰いんのかということをちょっと自己紹介まずちょっとしてもらえますか。あ、はい、はい、ジゼル4のリーダーでボーカルとコーラスを担当しています、セリです、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。セリちゃん。はい、セリです。お願いします。そしてお願いします。はい、そしてセリちゃんの次に年下の、うん、はい、ジゼル4のラップとボーカルを担当しています、うん、マミです。よろしくお願いします。マミちゃん、はい、イエーイエーイ。さらにその1個下の、うん、ジゼル4のボーカルとコーラスを担当しています、ミエです、うん、よろしくお願いします。はい、ミエちゃん。はい、ジゼル4の最年少でボーカルとラップを担当しています、うん、サキです。よろしくお願いします。はい、セリちゃん、お願いします。これ1個下1個下みたいな感じでこう年上からずっと紹介をしていったっていうことは、はい、学年でいうと、はい、もう4学年いるっていうことですか。あ、そうです、そうです、ね、階段になってます。はい階段、うまいこと。これどこで知り合ったの？同じダンススクールに通ってて、うんうんうん、あの関西のダンススクールなんですけど、はい、そこで出会ってって感じですね、うん、小さい時からずっと一緒に同じスクールでやってきて、うんうん、最終この4人に決まったっていう感じですね、うん、はあはあはあ、はい。じゃあ、結成はいつなんですか？うん、結成は去年の春ですね。去年の春、それまでもじゃもうお付き合いずっと。はい、そうです、ね、お友達でした。はあ、はあ、はい。だからジゼル4っていうユニットは組んでなかったけども、うん、ダンススクールでも、うん、はい、もう、はい、友達、ちょっと汗と涙を流してたわけですね。はい、ポロリやってきましたね。そうですか。はい、じゃあ1年経って、まあ結成じゃんもう1年、はい、1周年、はい、そうね、ありがとうございます。あ、そういえばお祝いしてないな。してないな。してない。そうですか。まあね、限られた時間なんで、もう本当にこうね、紹介できるものを、告知できるものはもうどんどん
していきたいと思うんですけど、はい、まず、はい、あの登場していただくときに、かけたステーキングバッグ、はい、ステーキングバッグですね、はいはい、これがいつリリースされたんですか。あのまだなんですけども。あ、まだか。あ、そうなんですよ、はい、5月の14日に、うん、セカンドシングルとして発売されることが決定しました。イエイイエイ。セカンドシングル、そうなんです、2枚目なんですね。はい、2枚目です。どうですかこのステッピンバック、ファーストと比べたらどういったあたりをこう変えてきたんですか。そうですね、あのこの曲はめっちゃジャジーで、うん、あのセクシーな曲なんですけど、はい、ファーストシングルよりなんかガールではなく、うんうん、レディーな私たちを見てほしいんですけど、あの歌詞もすごくあの女の子が主導権を持ったこの恋愛の曲になっていて、うんうんうん、その歌詞とかでもめっちゃ注目してもらいたいなと思ってます。わ、うんうん、かりました、はいはい、こうビデオクリップをちょっとね見させてもらったんですけど、お、ありがとうございます。今こうレディーっていうのをおっしゃいましたけど、はい、僕ちょっと感じたの違ったんですよ。なんか？セクシーダンディズム。ダンディズム？だからそのモチーフとしてるのが、うんうんうん、あのあれでしょ、ビーバップの。あ、そうです、ビーバップ。チャールストン。チャールストン。チャン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 っていうこうステップのね、はい、ああいうこうチャールストンを踊るのがなんかこうハット帽をかぶったこうスーツのダンスみたいな。うん、ああ。っていうのがあって、でそのビデオクリップの中でこう投げかけてくる目線とかっていうのがすごく男性的で挑発的やなと思ったの。あ、確かにめっちゃ挑発的なのを意識しました。そうそうそうね。で、ぶっちゃけごめんなさい、他のビデオクリップもいろいろ見させてもらって、このステッピンバックに関してはその動きっていうのは上半身の動きじゃなくて、うん、足をすごく見せるなと、うん、あ、そうです、ステップがすごい、めっちゃ見てくれてる、はい、めっちゃ、もう私たちが紹介しなくてもしてくれましたね。そういうやっぱり意向があったわけですか。そうです、ね、もうだから他の今までの MV とかやったら、うんうん、手振りとかでジューシーだったんですけど、はい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 、初めて足ジューシーで、うん、結構一番あれですね、練習大変でした、うん、だ今年齢はもうほぼティーンエイジでしょ。ティーンエイジです。あ、はい、10歳一番年上の私、セリーが成人今年しました。成人した、はい、言うても20歳やもんね、はい、だまだまだその女性としてはキュートだったり可愛さみたいなところで売りにできるとこやけど、だこのステッピンバックに関してはそのあたりをこう影を潜めたなと思って、うん、あの歌詞がすごい、さっきが言ったみたいに、うんうんうん、女の子が主導権を握ってるから、うんうん、やっぱりそういうところを表現してそう感じてもらえたんじゃないかなって思うところが、うん、そうやな。あ、なるほどね、はい、やっぱり歌詞と照らし合わせた時に表情が自然に変わったりとか、可愛、うんうん、いじゃなくてかっこいいな、何よみたいな感じかな、うん、何よみたいな、なんか歌い方をセクシーに歌うっていうことをこのステッピンバックでなんか表現したんですけど、うんうんうん、ああそうなんや、なんかそうですね、歌い方が難しかった、うん、難しかった、うん、やっぱダンスと歌で言うとやっぱもうどっちも重視やと思うけど、はい、まあ、そのダンスしながら歌を歌う表現するっていうのは難しいもんでしょ。はい、難しい、どっちかが完璧にできたらどっちかがちょっと劣ってまうとか、うんうんうん、なってしまいがちですね。ね、うん、だからこれがもう一発勝負のライブとなると、はい、なかなかこれが本当にもうリアルタイムでねお客さんの空気を共有していくわけですから、うん、はい、はい、ちょっとこれダンスどないやねんとかっていう空気も伝っちゃってダンス重視で歌がどやないっていう風な感じにもなってくると思うんですけど、その辺の難しさっていうのをね、うん、はい、まあ、こうお客さんとのこうビチバチとしたこの醍醐味、醍醐味、ある種戦いみたいな、はい、いうあたりも楽しんでもらえると思うんですが、それがいよいよもう間近に迫ってるわけですね。そうなんですよね。1ヶ月切っちゃいました。はい、いつですか。5月24日の土曜日なんですけれども、私たちの初のワンマンライブが、うん、地元の大阪で、決定しました。イエーイ。初めてなんです、ね、初めてです。で今まではイベントで誰かとコラボレーションしてライブをしてたそうですね感じですね、はいはい、じゃあこう自分たちのお客さんばっかりというところでは初めてですね。そうですね、初めて。まあでもある種こうアウェイとホームという言い方するのなんですけど、はい、まあ、逆にホームになるわけじゃないですか。そうです ね、 ね、だからこう、はい、全然見ず知らずというか、他のねアーティストさんとかの目当てのお客さんの前やと、うん、ジゼル4がなんぼのもんやねんとっていうふうに見てはるお客さんももういらっしゃらないみたいな、そうなるわけで、かなり自分たちのこうやりやすい雰囲気でできるんじゃないですか。そ
確かに友達とかもいっぱい来てくれるんで、やりやすいんじゃないかなと思いますけど。これ時間にしてどれぐらいを予定してるんですか？と MC とかいろいろ全部入れて1時間半ぐらいの予定なんですけども、だからそのイベントとか、まあ、他のアーティストとコラボレーションしていた以外にもう全部が自分の時間になるわけですから。はい、そうですよね。なんか最高で45分ぐらいしか最高のステージやったことなくて、だからワンマンで初めて1時間越すライブステージをするんで倍やないですか。そうなんですよ。いろんなことが初めてすぎて、ほんまにいろんなことが初めてすぎて大丈夫かな、もう練習しなやばいんちゃうかっていう。いや、してるしてるしてるけどしてるけどもっとしないとみたいな、うん、埋まらん時間はコントでもしようかなみたいな感じ。いや大阪なんで、まあ、ありありかね、ほんまに。そう、あの練習、今言える範囲内でどういうライブにできる感じですか？はい。言える範囲内、うん、言える範囲内、もちろんもう当日来てからのお楽しみっていうことは もちろんなんですけど、はい、なんですけど、うん、まあ、まだ披露ね、うん、してない曲とかも結構あるし、プラスあのダンスパフォーマンス、私たちが得意とするね、あのパフォーマンスをさせていただくんで、そこ大注目やな、そこ大注目、どんなパフォーマンスになるかっていうな、そうですね、はい、なるほどね、はい、わかりました。まあでもその5月24日もそうなんですけど、その手前にこの京阪沿線で、クズハモーレの、あ、はい、イベントが演奏アライバル、はい、はい、ね、あのアルバムじゃなくてそのセカンドシングルがリリースされる、そうですね、5月14日にリリースなんですけど、うん、16日にタワーレコード難波さん、難波店さんでリリースイベントと、あと次の日17日にクズハモーレさんに2回やらせてもらいます、はい、15時半からと17時半からやらせていただきます。わ、うん、かりました、はい、はい、まあでもね、あのジゼル4、僕楽曲もちろんその音源を聞いてて、やっぱりあの音源聞くより映像を見てダンスとか表情とかっていうのを見た方がやっぱり見せるパフォーマンスやし、もちろんその方がいい、やっぱりライブの方が行った方が良さがやっぱ伝わりますよね、直接、はい、ほんまに来てほしいです。もちろんね、はい、はい、だからこの辺のこうステッピンバックのこう挑発的な男性目線な、あの濃殺なこう目線にやられるのもよしね。従来のキュートなジゼル4の魅力に触れてみてやられるのもよしよし。いろんなこう玉手箱的なジゼル4の魅力が満載の1時間30分になるんじゃないかなと、はい、思いますので、ぜひとも5月24日も大阪ミューズに行っていただきたいと思います。はい、お願いします。待ってます、待ってます。メッセージ来てますよ。お、え、ファンの方から。うそ、すごい、すごい、まずはね、ラジオネームマイレディさん、お、そちらにお邪魔すると思いますとおっしゃってます。お、あ、お、嘘だろ、いらっしゃいますかね。あれ、マイレディおらん、どっちやねん。まああのね、ステッピンバックから来ましたか、頑張れというふうにメッセージ来ましたよ。おお、ありがとうございま す。で、あ、全部マイレディさんよ。マイレディさん、ありがとうございます、はい、いつも元気もらってます、素敵な女性4人のダンスボーカルユニットですねと、メッセージが届きました。マイレディさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ何でも言いますけども、見せるパフォーマンス満載でございますんでね、はい、あの聞くだけじゃなくて5月24日の大阪ミューズ、ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあ、リーダーでいいかな、セリちゃんから。はい、もうおしまいです、ごめんなさい。ああ、もう悲しい、早すぎる。いや、ほんまはもっといろんなこと話を聞いていきたいんですけどもね、はい、もうその募る話とはもう本当にもうクズハモールで、あるいはもう大阪ミューズで、はい、ね、どんどんとファンの方を目の前にして MC で思いの丈を語っていただきたいと思います、はい、はい、じゃあもうラジオ聞いてくださってる方、聞いてくださってる方にね、はい、メッセージお願いします。これからもライブいっぱいやるんですけど、まあ、特に5月24日の大阪ミューズさんでのライブに足を一人でも多くの方に足を運んでいただきたいので、うん、初のワンマンということで、うん、もう初めてと思わせないぐらいのクオリティの高いパフォーマンスを私たちするので、うん、よかったら皆さん遊びに来てください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあ、もう一度会議に参りましょう。シングル、うん、はい、はい、ね、はい、テッピンバック、はい、曲紹介誰かして、はい、じゃあマミ行こうか、うん、はい、ガールではなくセクシーな私たちを見てください。それでは聞いてください、ステッピンバック。ジゼル4でした、ありがとうございました。ありがとうございました。